私が気になるのがですね、24条の婚姻条項、はい、ここを今日は掘り下げてお聞きしたいと思うんですけれども、はいはい、ちょっと条文を読んでいただけます？あ、はい、はいはい。婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として相互の協力により維持されなければならない。で、第2項では配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。はい、ということですね。これ読んでどうですか？どんな感想をお持ちですか？初めてこうちゃんと読んだんです。すごい難しいんですけど、まあ、このイメージとしては、まず、まあ、個人個人というのが強調されているっていうことと、あととっても気になる言葉がありまして、一つ両性っていうことですね、はい、うんうん、両性というと、うん、異なる性ということですよね。そうですよね。それが、まあ、常識ですよね。で、今、はい、よく同性婚という話が、はい、出てきて、うん、で、その、今後じゃ憲法で、うん、この同性婚というのが問題にならないのかっていうことが、うん、とても気になるところですね、うんうん、はい。先日の札幌地裁の判決覚えてます？あ、そうですよね、はい、札幌地裁で、はいはい、同性婚を認めないと違憲、はいという判決が出ましたね、はい、これどういうことですか？いや、これはね、私もまだちょっと、きちんと判決も読んでないもんですから、あくまで報道に基づいてね、説明するんですけれども、はい、あれはやっぱりおかしな判決です、うんうん、で、実はね、まあ、要旨をちょっと読んだだけでもですね、はい、まず一つは、あの判決もおかしなこと言ってないとこもあるんです、うん、っていうのは、24条の両性っていうのはですね、これは男子と女子の結婚をされたもの、異性の間のあれを結婚認めたものであって、同性婚を認めたとまでは言ってないんですよ、はい、そうですよ、あの判決もね、はい、ところが憲法違反、14条違反だっていうわけでしょ。14条というと、法の下の平等、差別を禁止した規定なんですよね、はい、で、その理屈は何かというと、同性婚が認められない、そのためにですね、例えば夫婦であれば遺産の相続とかですね、いろいろちゃんと法的に保護されるでしょ、うん、とか正式の夫婦と認められないから、うん、そういう権利が享受できないと、うん、これはですね、行き過ぎた差別だっていうんですよ、うん、要するに差別されてるんだって言うんですよ、はい、ちょっと理解不能ですけれどもね、難しいです、はい、それと関連してですね、うん、憲法24条はその、ね、法の下の平等を定めてですね、で、人種ですね、等で身上性別等によって差別されないって書いてあるんですけれども、うん、これは一切の差別をね、っていうか区別を禁止したものじゃないっていうのが、これはまあ常識、うん、通説なんですよね、はい、で、合理的な理由があればその区別をしてもいいと、うんうん、だから差別ではなく区別、区別である、はい、だから、まあ、昔よく言われたのは産前産後のですね、休暇とか、今は男性も取ってますけれども、産前産後のね、あれはその女性をね、特に優遇するものじゃなくて、まあ、合理的な理由があるから差別ではないと、っていうような、そういう議論があったんですね、はい、そうするとですよ、合理的な区別があればいいわけですから、うん、憲法24条はですね、異性間の結婚しか保障してないわけでしょ、うん、そうするとそれに基づいてですね、同性婚の、まあ、実際にですね、法的な保護がなされなくてもですね、はい、ちゃんと合理的な理由があるわけでしょ。あ、はい、同性婚を認めてるわけじゃないわけだから、うん、そうすると合理的な理由があるんだから、そういう同じ差別的な扱いがされたとしても、それは我慢しなさいよっていうのが本来のはずなんですよね、うんうん、わかるでしょ、うん、だから14条の解釈そのまま本当わかってるのかなっていう、ちょっと疑っちゃうような判決なんですね。あ、でこれが一つの先例となるわけじゃないですか。まあ、ただね、今回聞くところによると、全国で 5,6 カ所で起こっているようですから、はい、まあ、まともな判決が出ると思いますけどもね。あとあれはですね、はい、なんか裁判長が聞くところによると、なんか感激したとか、判決文を読みながら感激したとかいうことを聞きましたけどもね。あ、まあ、わかりませんが、ちょっとね、おかしいな、ね、しかももう一つおかしいなのがね、ちょっと法律論になりますけどね、これは実はそういうちゃんと差別がなかられてない、そういう法律が作られてないのはですね、違憲だと言いながらですね、うん、しかし国の損害賠償は認めないって言ったんですよ、うんうん、違憲状態にある、違法状態にあるにもかかわらずですね、うんうんうん、この国の責任は認める必要はないって言ったんですよ。あ、これもとても曖昧な話ですね。わからないでしょ、はい、で実はですね、これも首相の靖国参拝の時に問題になった判決のやり方なんですよ。つまり首相の参拝によってですね、で
自らのですね、人権が侵害されたという人たちが裁判を起こしたわけですけれども、これは単なるですね、その信教の自由とかですね、人格権の侵害ではなくて、首相が参拝したらこれを悔しいとかね、許せないっていうのは単なる憤りの感情であって権利じゃないんだと、はい、うん、だからそれをね、裁判に対してなりませんよと、権利が侵害されたわけじゃないんだから、法的利益が侵害されたんじゃないから裁判になりませんよっていうのは、これが常識の結論なんですね。これ日常生活に当てはめてもそうですよね、うん、自分の思う通りに人は動かないわけで、これからして裁判だって言ったらもう、世の中成り立たないと何でも裁判にしなきゃいけなくなる。 それやったのがまあ連中なんですよ、うん、でそこでですね、大体みんな原告は敗訴負けなんですけどもね、うん、はい、中に巧妙なのが出てたんですよ。結論は敗訴、原告の主張を認めないって言いながらですね、うん、回り回ってですね、首相の参拝は憲法違反だってわざわざゴーと言うわけですよ、うん、言って、しかしね、最終的にはその個人のね、原告の権利、法的は、うん、法はですね、保護されるものじゃないから原告の請求を認めないと、うんうん、これの暴論って言うんですけどね、はい、関係ないことで憲法違反だってバーンと出しておいて、しかし原告の主張は認められないよってやったわけですよね。それはじゃ あの違反だっていう方の言葉の方が、うん、ただの本当の、要するに法判例とは関係ないんです。ただ裁判官が個人的な感情のつぶやいただけなんです。それがあの新聞の見出しなのに、ところがまた新聞がそれをですね、違憲判決が出たか出たかにこうやるでしょ。はい、それが狙い、それが狙いなんですよ。それが、まあ、いわゆる印象操作ですか。そうそうそう、狙いなんですよ。そういう暴論がですね、暴論が、あの、傍らの暴って書くんですよね。傍ら、路傍の暴、傍らですよ。暴力の暴じゃないですね。じゃなくて暴論ね、はい、ところが暴力の暴論になっちゃってるんですよ、それは。そういうと同じ主張で、違法であるけれども国の組織には認めないって言ってやっちゃったわけでしょ。おかしな判決なんですよ、だから僕もきちんとね、あの、反論したいと思ってますけども、とにかく24条に違反したとかそんなあれじゃないんですよね。この同性婚に関しても、うんうん、まあ、同じようなことになりかねないということですよね、うん、だけど、はい、だからまあ、あの、憲法改正反対する人たちはですね、同性婚を認めるためには憲法改正が必要だってもし言えばですよ、はい、改憲派になるんですよね、彼らはね。あ、そうですね、僕に言わせれば改悪ですけどもね、うん、まあ、そういうね、あの、判決はおかしいんですけれども、はい、あともう一つ、あの、最初に気になった、その個人が、ね、うん、あの、強調されている、はい、あの、そうなんですね、なと思ったんですが、はい、はい、まあ、個人の尊重っていうのは僕は大事だと思うしね、うん、個人の尊厳も大事だと思いますよ、うん、だからそれを否定するものじゃないっていうことを前提にしてお話ししますとですね、はい、やっぱり今の憲法は個人っていうものを絶対視してますから、例えば家族っていうことをね、認めてないで、まあ、僕に言わせるとね、憲法は個人のことだけで家族って言ってない、ここに家族って書いてますけどね、そうそう、家族って言葉は出てくるでしょ、はい、出てくるけれども、実は家族って言ってもですね、うん、2つの2種類の家族があるっていうことが言えるんですよね、うん、つまり家 族、うん、家族という場合ですね、うん、結婚によってできる家族ってあるでしょ、新しくできる家 族あるでしょ、はい、これは書いてあるんですよね、あ、ここの両性の合意に基づいてということで、それが前提となった家族のことしか書いてないわけです。これは、ね、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の条項っていう、うん、この家族は結婚によって成立する家族は前提なんです。あ、なんか並びにとか及びとか書いてても、うん、まあ、それは、ね、分かりですけども考え方はそうなんです。だけどね、誰でもね、うん、あの、結婚してなくてもですね、家族ってのあるわけでしょ、うん、それはご先祖様がおってですね、そして祖父母父母があって自分がある命の流れとしての家族、うん、だから僕は結婚によってできる横軸の家族とね、からずっと命の流れとしての縦軸の家族、うん、その2つものがあると、はい、でその縦軸の家族は憲法を一切無視してるわけですね。そして日本人が大切にしてきたご先祖様を大切にする、うん、これは一つは倫理道徳の規範でもあったんですよね、うん、神様とか仏様よりもですね、ご先祖様に対して申し訳ないみたいなね、あ、そういったのは結構日本人を規律してきたとこもあるんですよ、はい、まあ、非常にいいとこもあるわけですよね、うん、家族が助け合ってですね、で子孫の繁栄を祈るとかですね、そういったのがですね、失われたのも一つはここに原因があるんですよ、ね、あ、確かに、こう、あの、でも失われているけれども何か自分の奥底にはやっぱりあります、はい、うん、なんかこう家計大切にしたいなとか、うん、ルーツ、なんか自分のルーツっていうのがなんか自分のアイデンティティであるというふうに思うので、うん、はい、こう知りたい知りたいっていうのが、ね、特に中根さんはね、あ、私は優秀ある言うとしてください、そうですね、わけの清もあろうの、ね、ご先祖にね持ってるわけですからね、家計図がずっと
と本家の方で残っていたので、はい、私が子孫だということはこう分かったわけなんですけれども、ね、はい、いやあまり自覚がなかったんですけど、はい、いや私なんか普通の百姓でしょう、多分ね、そんな家系なんてないですけどもね、でも先祖がいることは間違いないわけでしょ、はい、と先祖を大切にするっていう発想から出てこない。で実はですね、この憲法ができる時もですね、この憲法の下でも家族、戦前のね家族制度のいいところはあったわけですよ。例えば家族が助け合うとかですね、はい、家長は確かに財産全部家督を相続しましたけども、扶養義務もちゃんと課せられたんだ、扶養する義務ね、はい、とかいいところもあったんです、うん、一方では戸主っていうかね、父親の承認がなかった、承諾がなかったらですね結婚できないとか問題ありましたけども、うん、いいところもあったわけです。だいい意味での家族っていうのはね、この憲法の下でもですねちゃんと生かされているんだと、生きているんだっていうのが政府解釈だったんですが、ところが民法をですね、この憲法が改正したものですから民法を改正することになった。親族相続編、家族編ね、はい、ところがその時にですね、東大の憲法学者若妻栄教授とかですね、そういった方たちがですね、はい、家族制度を徹底的に破壊しようとしたんです。彼らは家族って意味切らせたんですね。なぜそこまで家族っていうのを否定したかったんですか。まあ、分かりませんけども、一つ言われるのはですね、要するに家族なんて戦前からのそういった家族ってものがですね、日本の民主化を妨げてるんだと、あるいは家族があるから個人というものの自由が、本当の自由が実現できないんだって考え込んでる人たちがいたわけですね。家族なんてこんなしがらみを抜けることによって初めて個人が自由になれるんだって人たちもいるわけですね。なんか今は、うん、こうまあ、先祖からね受け継がれた家っていうのが大切だと思うんですけど、私も確かに学校教育を普通に受けてくると、日本の考えは古くて、なんか結婚が家と家の結婚だったとか、そういうことをどっかで習った気がします。先祖はまさにそういう発想だったわけですよ。古州ね、憲法とですね、国民の間にある感情としてね、あるいは風習習慣としてね、あるものとは違うわけで、今でも大体結婚式場に行けば何々家になってるでしょ。あ、そうですね、これは大事な伝統でもあるわけですよ。しかし憲法はあくまでも個人の結合が結婚だってわけでしょ。だからそれを同意なんて必要ないよと、親の同意なんて必要ないってことでのみってわざわざつけたわけですよ。でもだからといってね、はい、親とか家族の賛成なんて関係ないよって思う人は少ないでしょ。そうですね、ちょっと今問題になってる人がいますけどもね。だからこれ本当にいろんな問題を引き起こしたんですけれども、で、まあ、民法を改正する段階でですね、そういう人たちが家族なんて徹底的に否定しようと、破壊しようという人たちがですね作ったものですから、はい、民法にはですね、家族について定めた民法には家族という言葉がないんですよ。一文字もない。家族を破壊しようという人たちが作ったんですよ、この憲法、いや民法。だから憲法学者もですね、それは、まあ、ある意味では当然の帰結だという趣旨のことを言ってる人がいまして、東大のですね、樋口洋一教授、さっき言いました樋口先生ね、あの方は憲法24条はですね、個人というものを絶対とするものでしょ、だからこの論理を突き進めていけばですね、家族を破壊する原理になりうるって言ってるんですよ。家族解体条項になりうる、で現にそういう方向に僕は向かってるような気がしてるんですよね、はい、もう一度家族の在り方というものを考える、あるいは家族を国が保護するっていうのはね、これ世界の憲法にはたくさんあるんですから、そういうことをもうね考えようとしてるわけですよね。結局、まあ、家族の解体ということで、今いろいろ話題になってなるでしょ。夫婦別姓。そうです、はい、夫婦別姓ですね、これもどう思いますか。いや私は今って通称で、まあ、結婚後はね、どちらかの姓になるけれども、通称で結婚前の姓を使って仕事をされている方とかがいるので、まあ、今のままで全く問題はないと思っているので、私は変える必要はないと。で逆に混乱を引き起こすんじゃないかなというふうに思ってます。おっしゃる通り、はい、確かにだから通称今どんどん拡大してましてですね、はい、パスポートとかあるいは個人ナンバーですか、あれも通称併記できるらしいんですよね、だからそれで問題解決したと思う人たちも多いんですけれども、一方でですね、やっぱり結婚というのは個人と個人のあれだったと、個人の尊重、個人の尊厳といったらですね、やっぱり旧姓を守ることが憲法の精神には合致するんだと思う人もいるんでしょうね。だからどうしても別姓を名乗りたいという人たちもいるわけですよ、はい、いやそこでね思うのが、もしお子さんができた場合ですね、はい、お子さんはじゃあどっちの姓を継ぐのかっていう、まさにそうなんですよ、そうなんですよ。私はこの別姓制度っていうのは、子供の犠牲の上に成り立つ制度だってあえて言ってるんですよ。だって親がですね別姓だったらどちらかの姓を名乗るしかないでしょ、子供は、子供には選択権ないわけですよ、
親は自由に決められるに子供には選択権ない、別姓が強制されるわけでしょ、はい、こんな子供のですね、うん、無視した制度っていうのはないわけですよね。だから国民もですね、そのこれについては、子供はかわいそうだっていう世論がたくさんあるわけですよ。そういう意味でまずですね、子供っていうのを無視した制度だっていうこと、これは非常に大事なところですね。それからですね、もう一つは最近は選択的夫婦別姓っていうのは言われてますけど、その前に夫婦別姓言い出した人たちはですね、家族なんてもとにかく解体したい人たちなんですよ。だ民主党政権にの千葉ですね、恵子法務大臣ですね、彼女もですね、家族解体論者なんですよ。現在戸籍ってあるでしょ、一家同じ名字で持ってですね、夫婦子供が二世代の家族ってあるでしょ、あんなのなくしてしまえと。で個人個人の席にしろと、かなりはっきり言ってるんですよ。そうですか、いやそうすると私ね、自分は 何者かが分からなくなるかなと思っちゃうんですけど。そうでしょ、それから福島さんって今社民党かな、の人も、人も息子が成人したらです、18歳になったら家族解体式をやりたいと、そういう人たちが中核にいたんです。そういう人たち今表にあまり出ませんけどね、でもそういう人たちがいるんです。で選択的夫婦別姓を言う人たちもですね、例えば立命館のですね、二宮修平教授っているんですけどね、この方も別姓論ですが、選択的夫婦別姓論って言ってるんですよ、だけどやっぱりね、戸籍は解体するって言ってるんですよ。その彼でさえも選択的であっても戸籍の解体に結びつくってわけです。いや一部、こう認めちゃうと、もう何ですかね、もう混沌とした状態になってしまいますよね、だから戸籍について言うとですね、戸籍というのはですね、同じ氏姓名ですね、名乗る人たちが一緒になってできるものです、それからそういうものですけれども、親子が別姓になったらですね、その子供だけは別の籍を作らにはいけない、だって籍というのは同一の姓を名乗る人たちが一つの戸籍を作るというのはこれ原則ですから、別の戸籍を作らなきゃいけないわけでしょ、だったらだんだん戸籍なんて、もう家族全一体としての戸籍なんて、これはかえっておかしいってことになってですね、戸籍の解体につながるわけですね、枝野さんはですね、その選択的夫婦別姓っていうのはですね、なりたい人だけがなるだけであって他の人には影響ありませんよと、全然変わりませんよって言いますけど、これ嘘なんですよ。戸籍の解体につながるってこと彼らははっきり言ってますから、でそういうのを目指しているわけですね。でその選択的っていうことでですね、私なりにですね、この本の中でですね、今回整理したんですけどもね、選択的だったらいいんじゃないかっていう人たちがいますけども、それでもですね、やっぱり問題だっていうことで、順番にですね挙げました、でまず一つはですね、その選択的だからいいとね、でも家族制度の基本に関するものです、夫婦が同姓を持つというのは130年の伝統を持ちですね、そして我が国の家族の基本制度ですけども、基本制度の一角をですね、簡単に崩していいかということなんですよ、というのは、例えばですね、もし将来イスラム教系の国民がどんどん増えていたとするでしょ、従婚を認めろと、従婚をそのまま認めることができないんだったら我々だけでもいいから認めてくれと、ね、選択的ね、従婚制を認めるって言い出したらどうします、これ拒否する理由なくなってくるでしょ。そうですね、選択でやりたい人がやるだけだ、じゃあ日本国の中に重婚の方ができるとで、方やね、結構厳しい、そうでしょ、というよりも、そのね、両性の合意に基づく結婚というのはもちろん一人で一対一のね、男性と女性が結婚するとか前提でしょ、ところがその原則を崩しちゃうわけでしょ、そういったどん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 例外作ったらですね、私もってなっちゃうかもしれないね、いろんなところでですね、近親婚になって認めろっていう人が出てこないとも限らない、そうするとね、家族の基本に関する問題はそう簡単に例外作っちゃいけない、しかもね、内閣府がずっと世論調査やってます、5年ごとにね、でこれを見るとですね、今でも反対の方が多いんです、大体ちょっと多いんですね、でさらに賛成派にですね、あなたはそのね、別姓をじゃあ名乗りますかと、名乗りたいですか言ったら、自ら名乗りたいという人は全体の 8% しかいないんですよ、8% の人たちが認めてもいいって言ってるわけですね、でさらにですね、最近昨年秋話題になったんですけれども、市民団体がですね、要するに夫婦別姓を目指す市民団体が調査したんですよね、7000人に、そしてあなたはですね、夫婦別姓が認められないためにですね、結婚を諦めたり、あるいは事実婚をしていますかっていう質問に対して、どのぐらいの人が
問題だったと、結婚できなかったと、返事があったと思います、うん、パーセントにして。そう、さっきが10%以下ですね。別が認めてない、うん、認めてないために結婚できないとかですね、はい、あるいは実婚を、強いられたんだという人たちはですね、うん、彼らの調査でどのぐらいいたと思います？7000人のうち何パーセントぐらい？7000人のうち1割ぐらい、はい、1.3% です。あ、たった 1.3%。 そうでしょ、うん、あれだけ推進派やってる人たちが調査した割れでもですね、本当にですね、それが証明になったって人は 1.3% いけないでしょ。とその 1.3% の人たちのためにですね、家族制度の基本を崩しちゃっていいのか、これ大問題だと思いますよね、うん、それからもう一つは夫婦別姓やるとですね、このファミリーネームがなくなっちゃうっていうことで、ファミリーネーム、はい、まあ、家族としての名前、例えば鈴木さんご夫妻、鈴木さんご夫妻ってあるでしょ、はいはい、別姓になったら鈴木さんと山本さんとでもなるわけでしょ。とこのうちは全体の名前なくなっちゃうわけですよね、うん、そうでしょ、はい、そうするとですね、この我が国の中にですね、ちゃんとした家族のファミリーネームを持たない家族と、だから持つ家族が出てくるわけでしょ、家族がね、うん、そうすると国としてはこんなバラバラな制度おかしいでしょ、はい、やっぱり統一する必要があると、うん、と同じ姓にまとめるわけにいけませんから、うん、ファミリーネームなんてなくしちゃうっていうことで整理するしかなくなるわけでしょう、うん、じゃあこう曖昧に、まあ、うん、選択制からスタートしようっていうことが一番危険だということですよね。そういうことですよね、うん、さらにもっと言うとですね、うん、今その選択的だからいいんじゃないかと、したい人がするだけだからいいっていうんですけどね、これ僕よく言えばですね、寛容かもしれませんが、うん、もうありと言えば無責任ですよ、うん、俺はする気ないよと、だけどしたいのが、したい人がするんだったらそれでいいぐらいで、でもね、これ性っていうのは個人の問題で趣味の問題じゃないんですよ、はい、国の公的な制度の問題でしょ、うん、この制度の問題についてで、ね、したい人がしたいんだったらどうぞっていうのは、そんな無責任な態度でいいのかっていうことなんですよ。うん、でそういう人たちの数が増えてるのは間違いないんです。とそんな声をやったら、元にやったらですね、もうぐちゃぐちゃになりますよ、ね、もうやりたい人がやるんだったらどうぞっていう形でですね、重婚もどうぞ、近親婚もどうぞってなりかねないですよ、うん、ね、声が大きかったら、はい、でムードでもってね、それを認めるような雰囲気が出てくる、起こるかもしれない。だそういう意味でね、選択できればいいっていうのは全然おかしいんです。うん、うん、よくわかりました。どうもありがとうございました。本日は、24条の婚姻条項の問題点についてお聞きしました。で次の動画では、そもそも日本国憲法には国家観がないというお話を伺いたいと思います。で最後にこちら、もう一度ご案内させていただきます。桃地先生のご著書、日本国憲法8つの欠陥については、YouTube の概要欄にも説明書き貼っておきますので、ぜひそちらをお読みになって、この本もお読みください。では先生、どうもありがとうございました。